よろあめらしかします。お願いします。ます先生は値引きは断った方がいいってお話なんですけども、うん、値引きって絶対されますよね。されるね。される方法ってありますか。うんうん、なるほどね。はい、あのまあされない方法あります。はい。あの営業していたら営業マンなら絶対に値引きされることはあります。はい、うん。で。 営業の仕方によっては値引き OK みたいなところもあるわけね。例えば僕が即決営業をやってるときなんていうのはお客さんがんちょっとこれ負けてくれよって,言って値引きをしてきたらこれはもう買いますよっていうサインだったからあえて値引きをさせたくなるような数字を使って中途半端な金額を書いてあのわざと、ね、値引きさせるようなことをしていたわけね。だけどあのその それからさらに最終価格での段階で値引きさせられることとかたまにあったりするわけねで僕はその即決営業をやめてからその見積もりを出してどうぞってこう正当な営業にしてからその値引きをさせられることっていうのがすごくすごく嫌になってきたわけねでどうやったら値引きされなくなるのかっていうのを考えた結果いい方法を見つけましたはい何かというと見積もりを見せる前の段階で 僕は値引きしませんあの、見積もりは一発勝負の駆け引きなしですと言えば OK、<laughs> もうそれだけです、季語は見積もりを見せる前ね、見積もり見せた後ではあの、効力が弱いからダメです、見積もりを見せる前の、前の段階でもう前もって言っておくと。 でさらに僕はこういうことを言ってました、えー、僕はお客さんの顔を見て、値段を決めたりしません、そうじゃないと、交渉が上手な人は安い値段で買えて、逆に交渉が苦手な方だとか、素直に、ね、僕に対して、あ辻さんがそうやって言ってくれるんだったら、それでいいよ、これでいいよっていう、もう素直に OK ってしていただいた、おっしゃっていただいた方が、高い値段で買うことになってしまいます、はい、そういう姑息なことはしませんと、不公平になってしまいますので、僕はズバッと一発勝負です。 っいうことを言っていました。これを言えば、あの値引き交渉なくなります。<laughs> 本当です。はい、僕はそうやって値引き交渉を全部跳ね除けてきました。うん。まあ、それでもごく稀に、それでも値引き要求してくるお客さんがいます。うん、あのほとんどのお客さんはしないですよ。もうごくごくすっごく稀に言ってくるんですけど、あの、大丈夫ですよと。まあ、もう最悪も、あの。 ゲゲットゲットトキャンペーンっていうおまけをねつけてあげればいいかなと思うんですけど、まあ、それでもああごめんなさいあの値引きできないんですってあのこれが最終価格なんですってもう素直に言えばいいだけ、はいうん、最後の悪あがきをお客さんがしてるだけだからもうそれダメなんですってポーンって跳ねのけてしまえば全然効いてきますよとでこの,あの値引きさせないポイントは何かっていうとさっきも言ったように見積もりを見せる前に、ね つまり商談の時には言わないこと、うん、商談の前にもうその旨を知っておく必要がありますよとお客さんは僕は値引き交渉を一切受け付けない人間ですよということを伝えておかなきゃいけないわけね、うん、前もってじゃあどうやって伝えればいいのかっていうと一番いいのが小冊子だとかレポートです小冊子やレポートでさっき僕が言ったあのセリフっていうのをそのまま書いてくれれば OK それを読んだお客さんは あなるほど、この人はその顔を見て値段を、ね、上下するような上げ下げするようなことをしない人なんだあちゃんとした人なんだっていうふうにあのプラス面で見てくれますからあの、ね、値引き交渉もしないですし素直にじゃあお願いしますって言ってくれるしその価格帯で検討してくれます。 もっと安くせえやっていうことも言ってくれないし、ね、言わないし、ねうん、これが狙いなので、あのぜひねその、見積もりに入る前、見積もりを出す前、商談に入る前に、僕は見積もり価格っていうのはあの値引きしませんよっていうのを伝えておいた方がいいです。ただ、最初僕がやっていた即決営業の,その値引きさせれるような、させるようなやり方をやってると、このトークは効かないです。 うん、あのなぜならちょっと中途半端な金額を書いて例えば198万5,000円とか言って書いて「どうぞ」とか言ってやると、まあ、この8万5,000円をこう切って190万ちょんにしろやとか言っていうのをあえて言わせるような営業スタイルだとそれは役に立たないんですけど。 あえてその値引きを誘発させるようなことをやっている場合ね、それはもうだめなんだけど、そうじゃない場合、もう真っ当な営業スタイルで営業やっていく場合は、やっぱ値引き交渉ってすごい鬱陶しくなってくるわけね、じゃないとさ、値引き交渉ありきの価格帯になっちゃうわけ。だから オンされるわけよね従来ならこの価格帯で売りたいんだけどそのプラスアルファその値引き交渉が入る分をオンして売らなきゃいけなくなってくるわけだからあのそういうことを,をやめましょうねともうそのもう全う勝負で僕は行きますよっていうことを言えばお客さんも満足してくれるしあのそういうふうに値引き交渉ありきの営業法をやっていると僕のちょっと言ってたやり方は通用しなくなるんですけどまっとうな営業をやろうと思ったらねその 一言そのセリフっていうのものすごく聞いてきますのでぜひねその詳細誌とかレポートとかホームページに書いていただいてもいいかなと思います、はい、そうすることで例えば相見積もりとかになった相見積もりにならないケースがすごく多いです、はい、この人にお願いしようって言ってくれるのでそしたらね全然相見積もりなんかもなくなるわけだからもっと安くせいやなんていうことも言われないですし、はい、きれいに素直にスパーンと決まります気持ちいいぐらいあの契約が取れるようになりますからぜひねその 値段交渉されない営業っていうのはどうしたらいいのかなっていうのを一から考えていただければ今やっている営業法で通用しないんだったら営業法をゴロッと変える必要があるし今やっている営業法でその僕が言ったなさっきのセリフを使うことができたら間違いなくスパーンって決まるようになりますからぜひその値段交渉されないセリフっていうのをつ伝えてぜひ営業活動やってみてください千々先生今日もありがとうございましたありがとうございます